ははいいこんにち,は、えー、新てっちゃんの今日もいつもご視聴ありがとうございます、えー、あまりねあの僕はあのアンチに関することをまあよしとは自分自身もしてなくて、あのー、無視したらどうですかとほっといた方がいいですよみたいなことをねアドバイスいっぱい受けました。でただあのいろんなこういうことされたんですああいうことされたんですよとでこれで無視できる状態じゃないんですよっていうようなね、あのー こことを、まあえー、この動画でねやっぱねいろいろ話があって「あのそこまでするにはそこまでする理由があるんじゃないですか」という意見もあったりね「心当たりありますか?」とかねそういう,うコメントもありました。で僕は、ね、基本的にあの 妬みひがみ、まあ、要は嫌われる嫌われてもあの少なくとも僕はあの誰かを嫌ってもね嫌った人間に僕がやられているようなことをするかって言ったらしませんそれはねしませんというよりねしてはいけないことだしそういうことが発想の中にないんですね だから好きとか嫌いだったら離れればいいし嫌いだったら近づけなければいいし嫌いだったら見なければいいしっていう、まあ、そういうスタンスなのでこう嫌いだからなんか攻撃してやろうとかね嫌がらせをしてやろうとかっていう発想は全くないです。全くないんだけどやっぱりしてくる人もいらっしゃるんでね。でねこれなぜねこういう現象が起こったかっていうとね僕がね考えられることはね2つしかないんです。 うん、二つしかないんですで、えー、一つはね、あのー、僕は YouTube を始めたのが2020年の6月か5月か春馬さんが亡くなるちょっと前に YouTube を立ち上げたんですね。で考えられるのはその YouTube を立ち上げる前から、えー、僕のことをお知っててうんあのー、まあ 嫌いだっったたのかかどうなったら分かりません僕ね人からね恨まれることはねあのしたつもりはありません正直であの確かにこう YouTube やる前にこれ愛媛でねあのいろいろ会社経営しててでその時にねテレビの CM とかに出てねだけどそれがね誰かに何かをしたとかねあの恨まれるとかそういうことは一切なかったと思いますだから よく言うと逆恨み、うん、妬み、がみ妬でもね僕ねこの可能性はねあんまりないような気するんですよ。でなぜならば僕は YouTube を立ち上げるにあたって知って,知ってる人にね「チャンネル登録お願いします」って言ったことは一回もありません。だからたまたま僕を見つけてフォロワーになることがあっても、えー、身近な人とかね 地元の人に YouTube 立ち上げたからフォロワーになってねなんていうお願いは一回もしてません自然とその僕のうんチャンネルにたどり着いた方しか、まあ、基本的にフォロワーになれてないっていうことがあるのでまず YouTube を立ち上げる前からのね僕のえ僕に対する何かを持たれてる方ではないんじゃないかというのが1点です。で2点目は あのご存じの通り僕は最初2020年から始めて22年間ちょっとはねもう三浦春馬さんのネタしかやってませんでした、うん、でその時からもうこういう嫌がらせみたいなことがあったんですねでねこの嫌がらせみたいなことがあったでねその時にこれもね23回言ったかなこれねあんまり言うとあれなんですけど僕ねあの 悪気も何もなくこう三浦春馬さんの事件をこう自分なりに追いかけていったり情報をもらったりしてる中でそのね最初ね三浦春馬さんが亡くなった時にねある団体と揉めていたとそれは宗教団体なのかこっち系なのか CIA なのかみたいなこと言われてましたでね思い浮かんで,き思い浮かんでるか情報が集まってくる中で僕はねある団体ね SG という団体 総会っていうねこの団体と、えー、あとはねまあ春馬さんが愛国者だったことで、えー、財の人だから財の人と、えー、これダブったりすることもあるんですけどその僕は毎回言うようにねこの財の人が悪いとか、えー、SG の人が悪いっていうことを言ってるんじゃなくてその団体ね 団体ととか組織と揉めていたで必ずそこにねあのあの本来はタブーかもしれませんけどそれにやっぱり切り込んだわけですよねで切り込み始めた頃から、えー、アンチが増え始めまあアンチというかね、まあ、嫌がらせメールがその頃からバンバン来始めましたね、まあ、そこからいろんな今まで言った通りのいろんなところへの電話とかねそんなことがありましただから 僕が考えられるのはその団体ねその団体に加盟してる人あるいはしてた人あるいはそういう罪のの人たたちの可能性が僕は高いととずっと思っ思てました、えー、不思議なものでね毎日ね YouTube をアップしていくとどのタイミングでどの動画を上げてからそういう人が来だしたかっていうのがね分かるんですよ。 具体的にもばんになったら覚えてませんけどおそらくねその2つの団体の人の可能性が高いということとまあ両方の方もいらっしゃるかもしれませんであのこれはね批判をしたわけでもないあのただやっぱね真実を追いかけようとするとね触れてはいけないものもあるかもしれないけど僕はねあんまり多分と思ってないんですよ。 あの実際にねそういうあの過去のね、えー、事件とかね事例とか見た時にそういうことがあったとで僕は嘘は嘘回も言ってません、まあそれが一つあるのかなというのとあとはねあとはあとはね僕が思ってるのはあの A 社ね三浦春馬さんの,その所属してた会社 にやとある意味雇われてる工作員と言われてる人でね大体目星はついてるんですよあまああの人工作員だろうなってただねそれをねあんまりこのこの YouTube 上で喋るっていうのもねまた面倒くさいことになっても嫌なので言いませんがおそらく工作員っていう人の役目っていうのはその春馬さんのこととかねそれに付随することを発信してる人間の監視役。 みたいななあるんじゃだからまあ恨み妬みひがみいろいろあるでしょうまあそれがビジネス的な恨みなのかどうかわ分かりませんが僕がね、あのー、その思ってるのはまあそれぐらいかなと思いますでねそれが仲間をどんどん,どん広げていくでそれはどうやって広げるかというとねあいつはこういうやつなんだあいつはああいうやつなんだそういう情報を広めて仲間をらえていく。 まあそれが今の状態というふうな風に私は認識してます。